もう持たねえかもな。 頭には入れておく。 Huh.
上だな。しまったな。順調だ。そこに何かあるぞ。それでいい。なかなか似合うじゃねえか。
よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。妹とよく言ったよ。絶対に助けてやるぞ、マリあいつ、さっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。追うぞ。
こ離れよう。してないだろう。あ、本当だ。白い布か。何だろう。霊に干渉できるってことはただの布じゃないな。お願いだから何とかしてよ。出ないとまた襲われちゃう。襲われたって死ぬことはねえと思うぞ。けど調べてみる必要はありそうだな。調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。あそこ嫌がった。一旦もめぬやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。逃げられたな。元の場所に戻ってみるか。案外いるかもしれないぞ。
前なら新しい技を習得できそうだな。肉体によるに醜く歪められる哀れ。気をつけろ、百鬼夜行だ。魂や肉体の道連れとなる。その地位を貶められる必要などない。肉体を捨てよ。通ったはずだ。向こうか。また痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。消えたよ。まずは落ち着いて回復しろ。Thank you.
いいんだ。化け物はいるみたいだな。こんなところばっかりだな。よし、悪くない。偉そうに。魂たちよ、肉体を捨てよ。私のもとに集え。ちょっと懐かしいね、これ。なんだろこれ。タバコのこと考え。これで敵の動きを止められるぞ。無駄遣いするなよ。分かってるよ。鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。
妙な現象が。歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。ってとこだな。こんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下で埋めていたんだ。化け物そのものだ。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。するな。あの軌道なら飛び越えられるはずだ。誰よりも戦ってたよ。
何の音？化け物がわめいてるんだ。の三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの？逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違うんだ。戻ったのか。KK 引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。どうすればいい？
マリオ、どう探せば。あそこなら。KKの力がないから正面突破は難しいな。
戦えないな。抜けなきゃ。Thank you.
と外か。あのマンションは北か。